なんざ私にご用でございますか。お前のそばにいる正吉という男を渡してもらいたい。なんでございます。黙ってわしに渡してくれ。嫌ですね、やぶから棒に。正吉さん、お前さん、このお武家様に何か関わり合いがあるのかい。とんでもない。私は会ったことがありません。で、旦那、この正吉さんにどんな用があるんです。それを聞かなくちゃご返事もできませんね。その男を切るのだ。旦那、気でも狂ったんですか。お工事お役目で切るのだ。取り越しを切ってお前に闇討ちと疑われたのもその一つ。また権蔵はお前が切ってくれて手数が省けた。こう言ったらわしの立場が少しは察しがつくだろう。権蔵とあの役人が悪党なのは分かりますが、何もこの人に罪はあるでしょうね。ただ脅かされて。たとえ脅かされたとはいえ、その者はお上御禁制の焼き物作りに下絵を描いたの。その天文を持ったことが正吉の不運だ。分かりませんね。何も絵を描いたぐらいで。物と言わず人と言わず、証拠となる者は一切断ち切って騒ぎを防ぐのがわしの役目だ。赤塚の旦那、この正吉さん、旦那もご存知の通り、あの子の手で親でございます。あら、もうやっと巡り合って、これから親子二人幸せになろうってところでございます。どうぞ一つ見逃してやっておくんなさいましな。お慈悲でございます。役人の上に慈悲はかけられん。どうしても渡さねば、一、お前も切るぞ。どうか正吉さんを見逃してあげてください。この子のためにもお願いでございます。邪魔だてすれば女子供とて容赦はせん。待ってください。一さん、私は覚悟を決めました。どうか亮太と三つさんのことを頼みます。正吉さんは渡さねえ。一、侍なんてな勝手なもんだ。てめえの役目さえ果たせりゃ人はどうなってもいいんですかい。こやつ、正吉さんはどうあっても渡せねえ。許さんぞ。亮太に見せないでおくんなさいよ。Thank you.
わしの負けだ。